1878年の軍区町村編成法によって設置された東京十五区1886年の東京十五区の地図。各区は色で縁取られている東京十五区は軍区町村編成法における東京府の区、市政における東京市の行政区の一部、東京都政における東京都の行政区の一部であった十五区の総称、軍区町村編成法施行時と、 市政施工事で範囲に差異がある。市域拡張によって20区が新設されて、東京35区となってからは、旧市域とも呼ばれた。郡島地区、神田区、日本橋区、京橋区、芝区、麻布区、赤坂区、四谷区、牛米区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区,区,区、深川区の15区を指す。この配置順は、皇居のある、 高島地区を起点に、のの字型を描くように指定されたものであり、公式には必ずこの順番で並べられた。また、近郊六軍についても、江原軍、南戸島軍、東多摩軍、北戸島軍、南谷立軍、南葛飾軍と、西南から時計回りで東南にこう描くように、配された。参考として、フランスの首都、パリにおける1区から20区までの順序も、 中心から時計回りの渦巻きを描く点で、東京十五区の順序と同様である。1872年1月8日に、東京市外に六大区を設置した、大区小区制は定着せず、1878年11月2日に、東京府において軍区町村編成法が施行された、際に十五区が設置された。当初の範囲は、九州域内であり、 かつ住引きの土地であったの十五区の不死参照。1889年4月1日の市政、町村政志向の際に一部の区の範囲に変更が加えられ、拡大しつつも一部は、不可六軍の拡張村に合併されることとなった。この時の範囲が、東京市の発足時の範囲であり、十五区は東京市の行政区へ移行したの十五区の不死参照。 1932年10月1日に東京市は周辺町村を編入して20区を新設し、いわゆる大東京市、東京35区となった。以降、発足時の15区を旧市域、新設の20区を新市域と呼び分けることもあった。1943年7月1日の東京都政施行によって東京府と東京市が廃止されて東京都の行政区となった。 1947年3月15日に、発足時の15区のすべてと新設の20区のうち9区が11区に再編されて、東京22区となった。発足時の15区は新設の20区のうち淀ド区、向島区、上東区の3区とともに、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区の8区に再編された。 発足時から続いた区の名称は一つも継承されなかったが、例えば、現在の千代田区に、麹町税務所と神田税務所、中央区に、日本橋税務所と京橋税務所、文京区に、小石川税務所と本郷税務所といったように、観光庁の施設名と、その管轄区域に15区の名残が見られる。他に、京橋区は、当初部も管轄していた。この一覧における、 地方の読みは地方である。ありがとうございます。